シャープは日本でも有数のウイルス専門家のご指導のもと実験を行った結果、プラズマクラスター技術が空気中の新型コロナウイルスを減少させることを実証いたしました。プラズマクラスターを発生させた場合、発生させてない場合で試験をそれぞれ行っています。これが試験の結果になりますが、プラズマクラスターを発生させることによって91.3% のウイルスが30秒、わずか30秒で不活化されたと。飛沫感染というのは、密閉された同一空間の中に存在する人が一気に感染する非常に感染力が高い経路になります。今後ウイルスとの共存を進めるためには飛沫感染対策も必要ということです。シャープはこれからも健康的、衛生的で快適な空気環境を世界にお届けすることに取り組んでまいります。